鎌倉市議会は神奈川県鎌倉市に設置されている地方議会である。鎌倉市議会は2月、6月、9月及び12月の年4回定例会が開かれる。このうち2月定例会では市長から提出される新年度予算とそれに関連する議案に対し各会派の代表者が質問を行われる。代表者質問では新年度予算に絡め、向こう1年間、 死の政策をどのように進めていこうとしているかなど、各会派の考え方なども示しながら、総括的な質問が行われる。代表質問が終了すると、予算議案を集中的に審査するための予算特別委員会が設置される。また、9月定例会では、前年度の決算認定に関連する議案が提出され、予算同様、審査のための決算特別委員会が設置される。 その他に必要に応じて臨時会が開かれる。定例会の流れは原則として一般質問議案の提出議案の提案説明議案に対する質疑委員会付託委員会での審査委員長報告質疑討論採決である。鎌倉市議会は2015年1月1日に議会改革の一環で議会基本条例を施行した。議会基本条例の中で新たに 行政側から議員の質問に対して質問する反問権の付与や各委員会の審査で議論を進化させるために議員同士の自由討議の場を設けた。その他にも住民参加を促進するために議会報告会の場を設定した。議会運営委員会は議会の運営に関すること、議会の会議規則、委員会に関する条例などに関することについて審議する委員会である。 鎌倉市議会は、議案や請願、陳情をより詳しく審査するため常設の常任委員会を設置している。各常任委員会は、それぞれの所管事項についての議案や請願、陳情を審査、調査する。現在は条例によって4つの常任委員会が設置されている。ありがとうございます。